jp ファックスは 098-926-3208 皆様からのメッセージお待ちしております。ほらもう画像今出てますね。出てる、はい、すげえな。ぜひちょっと見てみてほしいなと思いますよ。はいはい、はい、まだですね。まだ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 でしょ、うん、カズマリ今日は打ち上げ酒飲んだ後、うん、飲んできましたけどね、うん、俺最近ツイッターもやってるよ。本当ですか、うん、来週はお何、来週といえば来週何、何がある、来週バレンタインデーす。は、バレンタインデーです。は最近もらったことありますか。来週じゃない、再来週がバレンタインデーだよ。あ、そうなの。来週は旧正月、うん、あ、旧正月、うん、で俺は、うん、来週の金曜日は、うん、リハビリ。来週金曜日はラジオ休み。違うけど、違う、昼間はリハビリ。リハビリ、あ、足のね。そうそうそう、はい、皆様よろしくお願いします。あ、もう今画像映ってますかね。映ってる。はい、ということで、立場中ちょっと今日から変わった、ラジオ、ちょっと画像の方も一緒に入れていきます。だったら俺さ、髪の毛もセットごわしてきよったもんな。はい、じゃあ曲の方は大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。今日はもうあれだよ、大変よ。明るくしたり冷たく、スタジオ明るくしております。ぜひFM ニライ検索していただいて。俺ってめっちゃおっさんじゃん。で、一番右上のユーストリームをぜひ、ご覧になってください、はい、押してください。そこで配信されておりますのでよろしくお願いをいたします。はいはいはい、やばい、くしゃみが出そう。なんでかな、珍しいことしたからか。あ、やばい、マジです。あ、なんか、あ、はい、あ、わかんない。どうやっていいのかがわかんないね。あ、ですか。あ、じゃあですね、うん、曲の前に、はいはい、ちょっと待ってください。ライブ中継を見ればいいんだね。あ、ライブ中継。FM ニライっていうチャンネルです。FM ニライっていうチャンネルでございます。はい、よろしくお願いします。それではじゃあ、1曲目いきましょう。ミスチルでギフト。うん、あ、映ってる映ってる。あれ？これ遅れてはいやる？多分そうだ。そうですよ、ツイキャスみんな。俺めっちゃ落ちたんだな。ニース終わる。これ何秒ぐらい遅れてくるの？これがですね、だいたい30秒ぐらい遅れてます。それを。俺なんか香港に似てるやつさ。俺見えない自分で。これは喋ってるの聞こえる？はい、聞こえます。あ、今聞こえてる。はい。ユーストリームの音とラジオの音は別で拾ってるんで、ユーストリームの音とラジオの音は別で拾ってます。あ、一緒に拾うこともできるんですけども。じゃあ何、ユーストリームは今はこの声も全部入ってる？入ってます。やばい、1時間丸々生放送ですよ。俺が喋ってるの今も今も入ってる。マジ？じゃあ俺香港に似てる？見た人がツイートするかもしれないです。あ、ここに出てくるわけ、G が。あ、一応そういうこともできるなんて言ってるんですけども、うん、未来のツイッターがちょっとアカウントわからなくなっちゃってて。これあれだね、後ろ薄くなってきたらなんかあれだね、映ってるって思ったら気になるよね、なんかね。お、マーチが見える、ほらほら。マーチ、これ手毛はげてない、こっち。いや、もう50になりますから、そろそろ。なんか香港に似てない、俺。あ、芸人出るさ。今日のテーマは何でいきますか？は？テーマ。バレンタイン？バレンタインで欲しい、あ、
スイーツスペシャル。バレンタインデー。好きなスイーツ、もしあれば。これコメントも来ると思いますよ。見てる人は。本当？はい。これに直接コメントも来ますよね。あ、はい。D が出るわけ？出すところが一応はあるんですが、個人のツイッターとかフェイスブックとか、そういったものを持ってれば、出すことができます。あ、もう上げましょうか。はい、よろしくいきます。じゃあ、行きます。はいはいはい、はい、ミスチルのナンバーから、最初のスタートね、出だしちょっと失礼いたしました。ミスチルのナンバーからギフトをお届けいたしました。はい、ギフト、プレゼント、再来週ね、バレンタインデーもありますので、うん、ね、なかなかもらう機会ないですからね、最近は。あ、なんかできるの。自分でユーストリーム見ながら、うん、どんななってるのかなって見てますけど、どんなして直せばいいんだろう。ん、あれどんなんですか。画面がね、おかしくなった。あ、いいよ、見ないで。あのね、戻らなくなった。ですか。あ、だいぶやばいじゃないですか、もう。どうしよう。見せてください、これも。こんななっちゃった。はい、はい。これがカズボーでございます。でも、このラジオ聞いてる人いるかな。いるね、いいと思うけどな。これさ、どんな人マジで戻すの。一回消したらいいですよ。消したけど戻らんよ。一回ダブルクリックをしてからですね。ああ、そうか。飛ばすんですよ。ああ、なるほどね。はいはい、はい。はい、ということで、再来週、うん、欲しいなんか、スイーツというか、最近気になる、なんか甘いの好きですか？そうでもない。ですよね。うん、なんか好きな、これは好きだよっていうスイーツあります。スイーツ？これは好きだよ。チーズケーキ。チーズケーキ。チーズケーキは好きよ。うさんは。なんかこれ好きっていう。私もチーズケーキ好き。ねえ、男性みんなほとんどそうなんです。なんでかな。なんでですかね。チーズケーキみんな好きですよね。あの匂いが。あ、匂いもいい匂いじゃないですか。チーズの。女性の。甘い。女性の匂いに感じるのかな。いや、どんなんですかね。なんじゃそりゃ。今日ブルーチーズ食べてきて。ブルーチーズ好きですか。くっさ。いや、美味しいですよ。美味しくない。いやいや、あの鼻から抜けるのが嫌。ゴーダチーズとかね。ゴーダチーズ、はい、分かんない。美味しいですよ。あのもうコンビニで売ってる三角チーズが美味しいよ。ああ、うん、分かります。普通に、はい、なんかね、お酒に合うチーズは嫌だな。甘いのです。いいんだ。甘い、あの三角って結構甘めですよね。いや、だから普通のチーズよ。普通のチーズ、もうチーズ。チーズケーキが好き。チーズケーキは好き。いや、もう最近はちょっとスイーツ関係のお仕事してたので、うん、してるので、うん、男性に、女性がほらバレンタインって言ったらチョコレートじゃないですか。うん、で、大体チョコレート。でも世の男性陣って、うん、果たしてチョコレート好きかっていう。なかなかほらもう30代40代ぐらいになると。嫌いでも、嫌いでもないよね。違う、嫌いでも、もらったら嬉しいよね。嬉しいよね。うん。前がチーズケーキだったらもっと嬉しいよね。ちっちゃいチーズケーキみたいなのがあった。うん。ああいうの作れんかなってことを思ってたんですよね。うん。自分もチーズケーキ。その前にさ、最近もらったことある？ない。ないよね。ないです。最後にもらったのいつかな。ギリはもらいました。ギリじゃない、ギリじゃない、普通に普通に、バレンタイン一番、ショックだったのが、ショックというか、スイーツ屋さんなので、うん、バレンタインデー、忙しいじゃないですか。うん、でバレンタインデーになると、うん、女の子の従業員がいるわけですよね。うん、普通にお疲れ様でしたって帰って行かれた時は寂しかったです。なんで、あれ今日バレンタインデーだけどみたいな。あ、警部にくれないで帰ったと。そう、なんかそういうのはっていうか、この警部なんかの従業員って、うん、もう従業員からしたらお前親父だからね。そうそうだよね。お父さんと同じぐらいの年齢だから。そうなんですよ。お父さんにあげるかあったらあげんだろ。あげないね。ああ、何を、みんな18、19ぐらいだから。何を勘違いしてる。いやいや、だからたまにはもらってみたいなって。最近ないからさ。別にいいじゃん。でももらって嬉しいでしょ。嬉しいけど、
どうせギリって思ってるから。嫁さんからもらって嬉しいです。そうでもないな、ね、なんかあるかなと思う。あ、なんかこれ食べたらなんか、うん、違くて、あの、何か買ったみたいな。あ、大きい買い物したから。そうそうそう、ちょっとだって誕生日さえもないのに、うん、うん、バレンタインデーにくれた。でもバレンタインデーでもらうとホワイトデーに返さなきゃいけないじゃない、はい、ギリも、はい、別にギリだったらいらんかなと思う。あのホワイトデーもしもらった場合ですよ、うん、ホワイトデーはぜひピッピのコルネ、うん、あれはキャンディーって決まってるでしょ。決まってないです。決まってるよ。チョコもらったら男はキャンディーを返すんだよ。違いますよ、クッキーですよ。あ、クッキー、キャンディー、はい、ピッピのコルネは入ってない。コルネはクッキーみたいじゃないですか。うん、うん、あれはフー。フーじゃないよ。フー。え、じゃあフーに似てますけど。うん、車フー。車フーに似てますけど。あれ、車フーにクリーム入れたんだよね。やったことありますね。あ、ね、マヨネーズ入れた。あのね、5分でふにゃふにゃなってましたね。めちゃくちゃ美味しくない。フーが？フーに全部クリームが吸い込んで。味がないんで、うん、一応一旦やりましたけど。でもね、学生の頃には結構もらったけどね。まあね、社会人になってなかなかね、うん、もらう機会どん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 減って。もらってもね、大概ね、あげてたでしょ。スナックのお姉ちゃんからもらってたね。飲みに行くともらえるギリ。もう100発100、もう本当に地球がひっくり返ってもギリだね。僕もずっとほら10年ぐらい飲み屋で働いてたじゃないですか、うん、夜の仕事やってたんで、うん、バレンタインデーのチョコレート買いに行くのは僕なんかの係なんですよね、うん、あ、男子が買いに行く、スタッフがスタッフって。買いに行って、うん、女の子に渡して、うん、これお客さん来たら渡してよっていう。なんだけど、で、女の子はそれを俺がもらってたわけだ。そうそう、始まりありがとうね。後ろでもう分かってる。なんか嫌ね。お前みたいな人間嫌ね。人の夢を壊すような。これ現実ですから、はい。でも本気でもらったことあるかな俺。バレンタインデーチョコって。いや、いいじゃないですか、ね、もういいかな。あっという間に2月も来ましたし、今年1年もあっという間でしょうね。うん、そうそうそう。来月俺移転だし。あ、早いですね。早いよ。デートな、移転パーリーは3月に行う予定ですか。3月な、あの、なんか2月5日の新聞。ああ、出たね。出てましたね。出てないっていうか、明日でしょ。明日出ますね。明日新聞、スポーツ新聞。あの内容をちょっと告知。広告。内容を喋らんといけないわけ、はい、とね、俺も覚えてないんだよね。あれらないんですか、あの移転なんとか、なんか選手お話ししてたじゃないですか。やるよやるよ、移転やる。移転のあのなんか車金利ゼロ。うん、あれね、できなかったんだよね。あ、できない。ダメって言われた。あ、なんか引っかかるんだ。そうそうそう、うん、それで、なんていうの、じゃあベッドでやろうということで、今回やるのが、スズキからハイブリッドが出たわけ。ほうほう、イグニスハイブリッド、はい、で、あのモーターショーに出たんだけど、はい、それが発売されるんですよ、18日に。今月の、はい、でそれでこの車を、うん、デイトナで、うん、特別仕様を作ろうと。ほうほう、でイグニスハイブリッド、うん、エアロそうそうそう、フロントアンダースポイラー、まあ、サイドスポイラー、リアスポイラー、ルーフエンドスポイラー、デートラバージョン、うん、でフロアマットドアバイザーで、ボディデカールで、地デジナビ、うん、DVD つけて、うん、ボディコーティングまでして、うん、なんと月々2万円で買えて、マジで237,600円引き。すごいねすごいね。そうそう、で限定出そうと、こんだけつけた上に、こんだけつけた上 にその中から237,600円引くんだよ。じゃあもう DVD もただただってわけじゃないけど、まあ、値引きしてるから、値引きしてるから、まあそんな感じになるね。そうそうそう、最高だね、うん、でもイグニス上等ですよね。イグニスもう今
この特別視聴者を今制作中で、はい、あ、もう作り始めてるんですか。そう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 、車はもう来てるんですか。まだ。あ、今も作らしてる、注文してる。おー、そうそうそう、これは限定何台とか。うん、あ、台数も決まってるんですか。台数、はい、今月いっぱい、今月いっぱい売れる薄さ売ってあげましょうっていう感じ。売れる分だけ、はい、はい、皆さんぜひ、デートランぜひ来てください。よろしくお願いします。だってこんだけつけて、うん、月々2万円で買えるんだよ。死にやすいですね。すごい、すごいよね。携帯電話代より安いぜ。しかも新車ですからね。ん、はい、ということで、じゃあ次、曲行きたいんですけども、うん、その前に告知がある。告知はないです。来週何かあります？だから旧正月って言ったら旧正今度は行かないの？どこにも行くよ、偏座島に。偏座に、うん、皆さん旧正月、月曜日が旧正月だっけ。あ、月曜日が、うん、全然もう気にしてないな、旧正月。旧正月で、で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、23日が、あの世の正月でしょ。16日ね。うん。宮古はすごいよね。はい。はい、はい、じゃあ、ということで、ちょっと曲いきましょう。おう。長渕剛さんから。うん。いきましょう。知らん。顔。何分？美容室行く。美容室行く。っていうか今ラジオ、あ、ユーストリーム見てるのは俺の喋ってるの聞こえてるんだよな。聞こえてる。今ほとんど番組はユーストやってるんですか。やってないのもアーリーはしょうがない。大変でしょうね、気使ってね。本当にチーズケーキ好き？うん。他に何かある？甘いもの。甘いもの。これ普通自分で甘いもの欲しいなって経験いかんでしょ、男は。甘いです。いかんよね。でも食べたくなるよね。うん、アイスクリームは買う？アイスクリーム買うんです。コンビニで、うん、コンビニのケーキとかあるでしょ。うん、あんなの買うでしょ。買わない。もあんまり買わない。買わない。やっぱり、うん、男性買わないんだね、基本的に。女性だね、変わったことがないと、やっぱ結構変わるんですね、欲しくて。そうだよね、買うのも変なあだもんね。甘いのだけで言うんだったら、そのアイスクリームとか、うん、あとあのコンビニ行ったら小さいドーナツとか、あー、はいはいはい、あれぐらいあるかだよね、だったね。よいしょ。やっぱりスイーツっていうのはやっぱり女性のためにあるね、やっぱね。誰か、うん、絶対そうですよ。別バラっていうからね、うん、コンビニでスイーツ、豚バラ好きなんだけどね。コンビニでチーズケーキ売ってても買わんでしょ。買わん、ね、でも女性あの基本買って食べるかって言われたら食べない。食べないですよね、男性はね。あたら食べてって言われたら食べるような感じです。そうそうそう、うん、だから子供の誕生日とかにケーキどうするって言ったら、チーズケーキ買ってきてったら子供嫌がるわけ。あ、そうなの。子供はやっぱちっちゃい時はアンパンマンとか、あ、はいはいはい、そういうの。あ、なるほど。不思議ですよね、子供、お腹、子供もある一時期から、中学校2年ぐらいから急に嫌いなり、あんなに好きだった。でも自分嫌いっていうか食べなくなる。食べないよ。自分なんか子供もケーキは買ってって言うけど、じゃあ食べるかって食べないよ。不思議だね。不思議で、なんか
あれなんだよね、スイーツはやめようかな、ケーキをケーキばっかり食べてると気持ち悪くならない。あの生クリームとか、ね、油みたいなもんですからね、うん、なんかあのなんていうの、僕もともと酒飲まなかったじゃん、うん、酒飲まないから甘いの好きでしょってよく言われたんだけど、うん、甘いのも別に食べないし、唯一 M&M チョコは OK、 わあああ、これ CM は流れてないんだ、はいはいはい、あのジャンジャジャンジャンジャンはなかったんで、ね、行きますか。いいよ、もういいよ、行こう。じゃあ皆さん、はい、一応はさ、もうはい、どっちもちゅー、これ、はい、この声、うん、もう10年になりますよ。そうだよね、最初だよね、これね、一番最初。年取ってるよね、終わったね、覚えてます、残って、うん、何回もやって1時間ぐらいかかってるよ、ったもういいやのにって思うぐらいや、うん、でも今だったらもっと面白くできるのにね、今できます、本当に、はカジモトイブルーダチマチュー、はい、上手だろ、たてーファーさ、ただはただ適当にやってる、いや、テーファーっていうのは面白くできる、だ適当でいいじゃん、適当とか当たり前が一番難しいんだよ、ね、だって適当って適度に当たり前のことって言うんだよ、うん、一番難しいって、難しいね、はい、生きていく上で一番だよ。適当と当たり前が本当に上手にできる人は人生楽しいはずよ、うん、できないから悩むんだよ、はい、皆さんも適当に生きていこう、いいんじゃん、ね、でも一番難しいんだよね、うん、適度っていうのはね、だって当たり前にさ仕事して当たり前にさ、うん、売り上げ上げてさ当たり前に生活できる方じゃないわけでしょ、きつい時もあればいい時もあるしっていう感じでしょ、本当そうですね、だから適当とか当たり前だから高田純次さんなんか最高だと思うよ俺、うん、新築したけどお家に誰も入れないっていうね、え、うん、なんでですかって、片付けができないからですって言ったよ。大好きですね、大好きだね、ナンパした女の子が娘の同級生とかや、え、うん、よくできます、でもあれはもう最高ですよね、最高だよ、はい、股の下のポニョとか言うしや。はい、もう最高だよ本当に、ですね、うん、あの2月、うん、もう桜祭りも始まって、うん、桜前線スタートしてますけども、うん、桜祭りとか行かないですか、行かないね、行かないですか、行かないというか行きたいよ、今日あの名護仕事だったんでちょっと行ったんですけど、うん、六分咲きぐらい、うん、結構綺麗に咲いてる、なんだっけ、八重だけじゃなくてもう一個あるさ、泣き人、名護城市、名護城市、はいはい、漁港に車止めて歩いていくんだけどさ、何だったあそこ、あれでしょ、オリオンビールのとこ、うん、して階段いっぱい登る、今絶対登れんし膝痛いし、あれ本当にやばいですよ、僕去年登って途中で足ガクガクしてます、うん、登ったわけ、うん、去年一昨年かな登ったんだけど、今膝壊れてますからね、リハビリ中なのに行ったらもう最悪だね、でもあの花見の習慣がないじゃないですか沖縄は、うん、ない、そういう桜を見ながら、あのなんかねブルーシート引いて、ね、桜の木の下でみたいなの ね、ないもんね、ああいう場所がないというか、あってもやらんよね、やらんかな、沖縄の人はやらないと思う、やらない、ね、うん、あんなヒーサーのやつってね、そう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 、珍しいですね、うん、だからビーチパーティーがあるじゃん。内中の人はビーチパーティーしないしね、海がないから、ん、海、ビーチがないからじゃない、うん、海はあるけど、あ、そっか、だって僕湘南行ったわけ、うん、あの湘南の砂浜見たわけ、うん、あの神奈川で仕事してる時に、はい、20代かな、うん、行った時に、あの、おい、海行こうぜって言われて行って見た瞬間に引いた、うん、入れんと思った、砂が黒いわけ、だから綺麗には見えないわけ、
して砂自体が黒いんだよ、ね、黒い。して海入っても膝下からも見えないわけです。そこが沖縄ではもう絶対あ汚れじゃないの、違う違うと思うよ。砂があんなもん、ね、多分だと思うよ、したら沖縄ではありえないさ、沖縄腰ぐらいまで入っても見えるさな、はいはい、下があの海に入ってる気分じゃないんだ。じゃないじゃないじゃない、くも字が今綺麗です。綺麗じゃないね、昔の本当にくも字がぐらい。どっちがいいって言ったらうーんって感じ。あんなにもうだから見た瞬間に、だからもう初めて見るから、ああもう汚れてると思う、ね、そうそうそう汚れてると思ったわけ。あ無理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 。でもほらテレビでも、うん、内地のとか海とかでこう寝転がってると、うん、みんな黒いじゃないですか、うん、あの汚れみたいな。そう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 、だからこんなもんっていう風に知ってて行ってたら多分入ったかもしれないけど、知らないで行ってるから。へえ、なるほど。多分沖縄あっちで沖縄の海見てない人がだったら別にだけど、見てから行ったら多分みんな海じゃないっていうはず。内地の海、あでもビーチパーティーとかやるんですか。やんない。やらない。内地はさあれやるよ、キャンプ川で。あはあるんですよね、川でバーベキューで。海ではやらない。だからあれがあるさ、何海の海の家、海の家があるじゃん。沖縄ないでしょ海の家って、うん、みんな勝手に持ってきてバーベキュー焼いて食べ、はいはい、飲み食いするから。内地行くとあの海の家があって、ここで別に焼きそば食べたり、あーラーメン食ったり肉食ったりかき氷食ったりしてる。あじゃあ沖縄と全く違う文化なんですね。文化というか、そうまず沖縄で海の家してると絶対儲からんよね。もう自分で持ってきますからね、うん、みんな自分注文して食べて帰るもんね。そう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 、なるほど、うん、だからこんなんで遊んだことないですね。ツアーで内地のツアーで、うん、沖縄ビーチパーティーツアーってあったんだよ。へえ、そうそうそう。で沖縄に旅行行って、うん、ビーチで泳いでビーチでバーベキューをして帰るっていう、うん、一泊して帰るかな。そうなんですね。そうそうそう、今ないですもんね。そんなの今はもうないんじゃない、うん、でも内地の本土の人が会社とかで慰安旅行に来るときに、うん、知ってる人なんかはビーチに予約してバーベキュービーチパーティーしてから翌日観光行ってその翌日に帰るっていう、うん、まあ、でも沖縄では絶対やった方がいいですよね。ビーチパーティーバーベキューはやった方がいいよね、うん、経験としてはね。絶対絶対遊ぶのないですからね。そうね。あとさ沖縄は海のなんていうの観光だからって言ってさ、うん、規則が多すぎるよね、うん、思うんだけどさ、うん、なんていうのビーチに行ってさ、うん、ジェットスキーに乗りたいとかさ、はいはい、ドラゴンなんていうのボートっていうの、うん、乗りたいとかいろんなのがあってもいちいちこれビーチの人は許可取らないとできないとかさ、大変じゃんこんなの。事故防止じゃないですか。事故防止かもしれないけど、うん、なんか厳しいよねって思う。車もそうだしね。あまあまあでもないと事故防止ですよ、うん、いやそのビーチの人がやるんだよ、管理してる人たちがやるものなのに、うん、いちいち許可を知っとらないといけないっていうのが大変だなとは思う見てて。今日はちょっと打ち合わせがあって、うん、内地から初めて沖縄に来たっていう営業マンが、うん、3日目なんですっていう方がいて、うん、まあ、インターネット関係のお仕事をされてる方で、うん、沖縄どうですかって、家族もみんな呼んで、うん、お釣り住もうって決めましたっつって3日住んで、うん、こっちはもう沖縄最高ですっつって初めて来たって言ったの。じゃあ移り住んで4日で帰るはず何がいいんですかって言ったら、もう気候も最高だし、この人嘘つきない。この3日間ずっと雨降ってるよねいやなんか住みやすい気温っていうことじゃないですか毎日雨降ってますけど今日寒かったよ。俺今日寒かったですよ。この人どっから来たの？大阪。絶対地元がいいって。
いやもう沖縄初めて来たみたいで、うん、沖縄いいですねって。伊勢何があったの？聞こう。びっくりしたのが、うん、那覇にある、うん、とあるラーメン屋さん、うん、まあ、全国チェーンみたいなチェーン展開してるラーメン屋さんがあるらしくて、うん、よくそこは分かりますと、うん、で本土では、うん、まあ、並ばないはずのお店が、うん、ここでものすごい並んでると。沖縄の人並ばないよね。びっくりしてました。そうなんだ。で一緒並んだらしいんですよ、うん、そのラーメン屋さんに、うん、それほぼ中国人だったということで、海外の。あ、そうだから、やっぱすごいですねって、こう海外から の、うん、このちょっと中国向けに、パンフレット載せたりすると、やっぱり海外の方ってそこに並ぶじゃないですか、うん、でなんでですかって僕聞いたから、逆に沖縄はまだ例えばインターネットにしてもホームページにしても自社の、うん、内地はもうほとんど仕上がってるそうなんですよ。切り替えてちゃんと外国語の表示とか、うん、沖縄はこんなに、日本全国でも沖縄と京都だけらしいんですね、観光客が増え続けてるの、うん、外国の観光客が増えてるのは、うん、沖縄と京都だけらしいです、うん、なのに、うん、対応ができてない、対応が全くできてないのが沖縄らしいです。おー、だから先にそれをやったところはこんなして並ぶ。それやっぱり全国チェーンのところはやっぱそういうのもしっかりしてるので、うん、やっぱそういうところはやっぱり行くところないじゃないですか、外国の人が、うん、要はネットでみんな探すから、うん、ただ沖縄の人って、うん、あれだよね、ネットで来ねえだろうって思ってるらしいです、うん、そうそうそう、うん、だからなんていうのかな、県民性で必要性感じてないですよ沖縄の人って、現物主義だわけ、何でも自分の目で見えるものじゃないと信用しない県民性だから、だから車もそうなんだけど、車もそうなんだけど、新車を買うのに現物見ないと買わないっていう人いっぱいいるわけ。いやカタログありますよ。いやでも物見ないとねっていうのが多いわけ。だから沖縄ぐらいだよ、こんだけ車屋さんで、中古でもそうだけど車バーンと置いてるの。そうそう、新車売ってるところで、うん、内地の方の新車屋さんっていうかディーラーさん行くでしょ、うん、並んでて5、6台だよ。そうそうそう、だって現物見たって買うのはグレードも色も全然違うの買うわけよ、うん、絶対的に。なるほどね、うん、なんかその重量感だったり、その目で見てなんかそういうのが欲しいんでしょうね、多分ね、うん、だからあれなんだよね、思考回路がまだできてないんだよ。だから沖縄のそのゆるさというか、だからゆるいくせにさ、ゆるいくせにあれなんだよね、どっかで自分しか信用しないところがあるよだからなんか言ってましたよ、だからこの、うん、ほら本土の方って仕事が早いって言われるじゃないですか、うん、うちなんちゅうに比べたらすぐパッパッパって、うん、実はちゃんとリサーチをして同じように行動してるはずなのに、うん、沖縄の人分かってるはずなのに動かないと、うんうんそうだね、動かないで、人がやって初めて動くから、うん、もったいないですっていう話を今日やってました、ね、だから早めにそれを取り組んだら、うん、ちょっと一歩抜きんでる。でもこれがもうあと 2,3 年したらもうみんなやるので、うん、同じぐらいになると、うん、その辺の遅さというか、うん、県民性というか遅いんだよね、うん、その辺は言ってましたよ。だって日本がバブル弾けた時沖縄2年後だったからねおいおいおいみたいな、沖縄はまだ弾けてねえよって言って土地買ってた人がね1年後にいなくなってたからね、うん、あそう昔、まだまだだよ沖縄は、内地はあれ弾けたけど沖縄まだ弾けてないよって言って土地回収、それ見てますからね、見てましたね、はい、僕なんか時はまだまだバブルっていうのがもう分かんなかったですね、もうなかったんですよ、もう自分なんかの時代は、うん、バブル全盛期と、うん、弾けたのを同時に見てる、だから昭和から平成をまたいだような感じでバブルもまたいでるから、全然変わったんですか。あ、もう人間バカじゃないかなと思ったのに、あの時に、その時ってまだ20代なってないから、もうやっぱり給料も高い、給料、はい、もう俺が10
19ぐらいの時に、はい、普通に財布に30万とか入ってたからね。そうそう、でやっぱりそれがなくなると、うん、バブル崩壊したじゃないですか、うん、やっぱガラッと変わったことは財布に3000円入ったらすごいなと思って、俺がちょうど就職した時が、うん、もうバブル崩壊してた後だったんで、うん、だって運転代行さんを呼んで今帰るじゃない、うん、帰るでしょ、したら大体那覇から宜野湾まで帰っても2、3000円でしょ、はい、払うでしょ。あの頃はあのタクシーで来いと、うん、松山によ、僕宜野湾にいるんだよ、うん、松山までタクシーで来いと、うん、下は分かりましたって行くでしょ、はい、で車持って帰れと、はい、って言うでしょ、はい、ごめんな今日はって言って普通に2万くれよったからねどこの世界の人ですか。だからこれがバブルの時代だった。チップもすごかったそうですね。あ、もうすごいってもんじゃなかったね。ちょっとタバコ買いに行って1万円渡されてお釣りはいいよって言ったんだよ。へー、そうそう、あの頃マイルド今の中国があるじゃないですか、うん、今もうこうバブルがバーッと絶頂期入ってるよって言われてるじゃないですか。もう弾けそうだよねね、必ずそんなのって経済ってこう弾けるんですかね。弾けるようになってるんですか。違いますよね、多分。違うはずよ。物価がどん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 もうこうね。うん、弾けさせないと潰れちゃうわけ。うん、何が潰れる？国が。バブルっていいと思うけど、だってさ、単純に考えてよ。うん、毎日自分の周りの人間が、うん、4、5万使っても平気でいられる世界っておかしいと思わないか。おかしいですよね。でも使える、例えば周りの人間が 4,5 万使える人たちがいっぱいいるっていうのはすごいいいことだよね、うん、だけど毎日使うっていうのはおかしいよ ね、まあ、そうね。要はなんでこんなに、だから使い切れないからチップであげるわけよね、うん、だけど使うことがステータスだと思ってる時点で思考回路もおかしくなってるよね、はいはい、そうですね、うん、それがバブルだから、うん、それを弾けさせないとお金は回るんだけど、弾けさせなかったらこれがどこまでいくかになってくるじゃない、うん、したらどんどん思考回路おかしくなってくるでしょ、うん、今度日本って地球に日本だけじゃないから、うん、もういろんなの入ってきたら、はい、もう全部ああこれかジェット機いくらかはいって買っていったら、はい、政治家までそんななってしまったらもう国って絶対、そうですね、みんながそうなると、だからどっかで誰かが歯止めをかけないといけない、うんと思う。だから弾けたと思うよ。うん、だから今の中国もそうじゃないかなって見てて、ほら、うん、爆買いとかあるじゃないですか、うん、すごいじゃないですか。だって息子がさ、普通にあんな人爆買いしてきてもお金はあるんだよ、お金には困ってないんだよ、困ってないけどあんなしたら怒るだろ怒りますよね。父ちゃん今日トヨタ行ってから車買ってきてさって、何よかったのって、あ、クラウンは大丈夫大丈夫、800万ぐらいだったって言われてみ鼻ぶっこだよな息子が。だからお金がないんじゃないよ、ないあったとしてもそれやっても絶対怒るさ、うん、だから今自分からしたら、今バブルの崩壊を見た人、絶頂期を見た人たちが今 4,50 代さ、うん、だから今バブル、例えば同じように景気が良くなったとしたら、うん、絶対制御してくれる人たちが今いるわけ。あ、危ない、うん、だけどあと20年後半分以上の人たちが死んでるだろう、はいはい、その時にバブルを経験してない人たちが 4,50 代に来るだろう、うん、したらこれ景気が良くなったら誰も止める人がいないさ、うん、思考回路が麻痺するまでバブルが弾けるわけでしょ、うん、バーって伸びたら時代を繰り返すんですね。そうそうそう、だから僕たちが生きてる間はもうバブルは多分ないよ。なるほど、多分俺たちが死んで10年後ぐらいじゃない。そうですよ、うん、じゃあバブルを経験してない人たちが、だから戦争とかも一緒さ、うん、戦争したことない人たちが戦争をするでしょ、だからそれをさせないために戦争が大変だったよってみんなで言い伝えるわけ ですよ、ね、だからバブルも本当は伝えた方がいいと思うわけ。でよで俺は本当にそう思います。俺は個人的に思うよ。今日ちょっとなんかいい勉強になりましたね。だからこんなして金の使い方をしたらダメですよっていう見本ですよ、うん、だから昔これちゃんと伝えた方がいいですね、うん、だからみんなさ戦争のことは伝えようって一生懸命やるんだけど、うん、バブルを伝えようとしないでしょ。経済戦争と一緒ですか、ね、まあお笑いでしょみんな、うん、タクシー止めるのに1万円振ってたよとかさ、うん、
手挙げたらもうタクシーバンバン止まれなかったよぐらいの話するでしょ、うん、お笑いにしてるさ、うん、でもバブルっていうのはこういうことがあってこういう時代があって、うん、崩壊したのこんなして崩壊しましたよって誰も、うん、あんまり言わないじゃない、うん、それをやっぱり今の人たちに30代とか20代に言っとかないと、うん、もうこの人たちが40、50行った時にさちょっと景気よくなるとあれもあれいいじゃんみたいな、またも爆買いするみたいな、そうそうそうなってくると、はい、だってあの時日本の経済って本当におかしかったよ。だって日本がアメリカのビル買ったりさ、そうなんです、だって映画会社買ったりとかさバンバンやってたんだ。はい、じゃあちょっと曲いきましょう。はい、3代目 JSOULBROTHERS のナンバーから花火。すごい時代だったんですね、うん、すごかった。うーん、今でも話したら聞こえてるんだよな、変なこと言えんやつはよ。マイムさん、パチがパチが見える、パチん？おお、リゾリ怖怖い、これまでパッチあるじゃん、みんなあれこれぐらい、おでこ広くなってる、めっちゃあるじゃん、こんな感じ。パチマチュって、うん、どういう意味ですかって言われてたんですけど、つむじが2つって意味ですよね。そうそうそう、立ち待ちですか、違う、立ち待ちだよね、お前もでしょ、うん、だから2人合わせて立ち待ち、はい、59、あと咲いて泣いて、あ、ほら60ちょうど1秒、ジャスト、60ちょうど1秒じゃないさ、バカだろ、なんで1秒はこれだよ、あ、横の後ろの60って何、あれは1秒のまた 0.60 秒、1秒になってないの、1秒になる瞬間じゃないの、違う違う、1秒は100、ん？ 1 秒は100じゃないですよ、60刻みさせる、違う違う、あ、違うの、1秒を、1秒は100コンマ100秒、コンマ60秒じゃないの、ほら1の後ろ00になってるぞ、あ、本当だ、1秒は60秒って言ってるのお前ぐらいだよ、60秒は1分だからね、あ、そうなんだあと咲いてそうだよ、60秒は1分だろ、60秒は1分1分は60秒さ、そうですそうです、だからだからお前のさっき1分60秒じゃないですか、1分60だから、うん、1秒は60だろ、コンマ 100なんで、なんでね、これおかしいよおかしくない、まあいいか、パ
と咲いて咲いて今の花火。もう行きましょうか。今のでしょうか。はい、先手順に決まります。パッと咲いて、いい歌ですねこれね。1秒60秒って言ったりして、ね、テーファーですよ、冗談ですよ。脳みそのバブルが弾けてるんで。はい、今日のカズボーの一言を、もうさっきのでいいんじゃん。なんですか。だからあのバブル、何でもかんでも、うん、しっかりと伝えようと。そう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 、いいことも悪いこともちゃんと伝えられる、うん、なんていうのかな、みんな悪いことを伝えようするじゃない、はい、例えば戦争だったら、戦争はいけませんよ、うん、なんでいけませんか、こんなですよっていう伝え方をしていくじゃない、うん、みんな。だけど経済とか例えば学校とか教育に関しては伝えていかないじゃない、うん、みんな。だって俺たちが中学校時代は何をしてたとか、こんなことしたけど怒られたよとか、こんなことしたよ、よかったよ、褒められたよっていうのを伝えないじゃない、ね、だって昔ほらあのメレケンコ卒業式に投げたって、うんねうん、で実際食べ物を粗末にするなっていうことで今はやらないじゃない、うんはい、そういったことは伝えていくじゃない、はい、だけど棒倒しってやったじゃない、うん、俺たち時代って今ないですよ、ね、今ない、なんでないの、危険だからって、うん、いやいやあの頃も危険だったんだよ、うん、でしょ、なんでないですかね。だから危険だから、要は先生たちが責任取りたくないわけ、うん、単純にあの頃って先生たちも一緒にやってたじゃない、うん、ちゃんと審判として、はいはい、で唯一棒倒しって何が良かったかって、怪我するかもしれないけど、うん、先輩たちに圧縮されてる後輩たちがいたわけ、うん、あの頃って、うん、唯一この時に先輩たちを殴れる、勝てないにしても殴れるじゃん。もうだからストレス発散ですよね。そうそうそう、1年もたまったものを発散できる、うん、だからみんなやるわけ、うん、そういうのっていうのも、まあ、本来そうじゃないけどね。そうじゃないけどそういうのも必要だよねって思うし、うん、であれがないとまた男の子はね、うんうん、それに学校でも、ね、学校でも昔はほらなんか番長みたいなのいたじゃない、うん、いました、今いないじゃない、今いないですね。だけど昔はいたから、うん、ちょっと学校でいじめがあってもなんていうの、まとめれ、まとめれ、はいはい、だから俺たち時代ってさ、うん、中学校小学校時代に自殺する子っていなかったよね、そんなにまで、聞かなかったですね、テレビで来てはぁっていうぐらい、うん、もう大事件ですよね。そうそうそう、っていうのは今なんてね、普通になんかね、うん、簡単にやってしまう、ね、それ言われたらそうですね、うん、だからそういうのってやっぱりなんていうのかな、 PTA にしてもさ、うん、学校の先生にしてもさ、なんかさ協力的じゃないよね、お互いが、うんうんうん、でお互いが言いたいことを言い合えないよね、うん、なんかどっちかが上でどっちかが下っていう立場で物喋るじゃない。そうですね、うん、だからそこら辺を直していってほしいよね、昔みたいに、うん、だって昔なんて先生に怒られたら、お前が悪いよ、紳士が後のさってみんな親は言おったさ、はい、そんなのやっぱり、そうですね、今もうじゃあ帰った方がいいと思う、時間も時間ですから、うん、一旦 CM 入りましょうか、はい、と思うよ。そうですね、だって先生が生徒に物言えないんだよ、これは。それに、はい、あれだね、あっという間の1時間でございました。早いね、今日は最後はなんか真剣な、いつも真剣だよ、いつも真剣だけど、最後は教育のところまで、うん、教育っていうか別の教育者じゃないから、いやでもだからいいとこはいいとこで伝えていってほしいよ ね、 いいということですね、バブルもさ、悪いのは悪いと、そうそうそう、伝えていく、全部伝えた方がいいよということですね。そうそう、隠し事せずにね、うん、これは当たってますね、うん、本当に最近は学校もね、小学校もどんどん
大変になってるというふうに聞いてます、うん、そう、この間なんか小学生が大麻吸ってたとかね、うん、だからやっぱ沖縄の場合は本土の事情と遅れてくるじゃないですか、うん、内地デイズだなって言ってるけど、うん、もう沖縄ももうそういうふうになってきてますから、ね、そうそうそう、気がついたらね、うん、ちょっと対岸の火事じゃないんだよね、はい、もうね、今はもうバッターも一緒で、だから北海道で起こっても沖縄も注射よっていうぐらいのレベルを持っておかないとね、考え方を持っていかないと危ないよね、そうですよ、はい、恐ろしいですね、はい、あとはもうちょっと先生たちも大変だと思うんですけども、うん、頑張って、うん、だって1年間で保健室に来る数が一番多いのが先生ってよ、生徒よりも金髪先生の影響かな、はい、たちまち、そろそろお別れの時間となりました。いこの番組では皆様からのメッセージをもしてます。い、来週からもまたこれやる、行きますけども、行きますか、やりますか、ちょっと反り込みユーストリーム直してきて、FM2 ライから検索をすると一番右上の方にユーストリームありますので、はい、検索してみてください、画像の方も出ますのでね、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、この放送はカーライフをサポートするカーショップデートラワンルームアパートのクレアルミヤビ居酒屋一本松の提供でお送りいたしました。それでは今日の相手はカズボとケイボーでお送りいたしましょう。バイバイ、バイバイ。反り込みすごいかなみんなびっくりしてないか今、びっくり、俺がびっくりした反り込み、うん、最近毛薄いわよな、本当だ、頭皮が、もう俺剃りたいんだよね。親父は？は？親父ハゲてない？おじいもハゲてない？おじは大丈夫ですよ。薄いですよでも。うん、薄い。ありがとうございました。